エフゲニー・プリマコフ内閣は、ボリス・エリチン・ロシア連邦大統領時代、エフゲニー・プリマコフが、ロシアの首相に任命され成立したロシア連邦の内閣。1998年9月11日から1999年5月12日まで続いた。内閣の構成は、1998年9月22日、つけロシア連邦大統領令。 1> 第1142号によって承認された。1998年8月17日、セルゲイ・キリエンコ内閣は、ルーブルの切り下げと90日間の対外債務の支払い停止を発表し、ロシア金融危機が起こった。これに先立つ8月13日に、ボリス・エリツィン大統領は、訪問先のノブゴロドで通貨切り下げを否定していただけに、 エリツィンへの反発は強く、ロシア連邦議会会員国家会議は8月21日、臨時本会議を開会し、エリツィンに任期満了以前の自発的辞職勧告決議案を賛成245、反対32で可決した。さらに、会員経済政策委員会、会員工業委員会は財政金融問題に関する決議を採択し、この中でロシア連邦政府と ロシア中央銀行の金融危機への対応満足の行くものではないと非難した。8月23日、エリツィン大統領は突如、キリエンコ内閣の全閣僚を罷免した。翌8月24日、エリツィンは、ビクトル・チルノムイル人前首相を首相代行に任命した。エリツィン及び彼の周辺は、チェルノムイル人が5年余りにわたり、首相を務め、 病身の自分に代わり権力を強大化させたことを嫌って次期大統領選挙立候補準備を理由に5ヶ月前に退陣させたばかりであった。そのためキリエンコを解任しチェルノムイル人を首相代行として再当番させたことに対して野党勢力は尻滅裂であるとますます批判を強めた。8月31日、会員はチェルノムイル人の首相承認を 賛成94、反対251で否決した。エリツィンは、再度、会に、チェルノムイル人の承認を求めたが、9月7日の第2回投票でも、賛成137、反対273で否決された。チェルノムイル人自身は、第3回投票に持ち込むことを辞さない覚悟であったが、エリツィンは2度の否決で、チェルノムイル人の承認を諦め、新たに、 エフゲニー・プリマコフ外相代行を首相候補に擁立した。9月11日、会員はプリマコフ首相を賛成317、反対63、危険15で承認した。プリマコフは大統領与党である我が家ロシアのほか自らの首相承認に際し賛成票を投じた、ロシア連邦共産党、ロシア農業党などの左派勢力、 自由民主党の協力を得ることに成功した。すなわち、第一副首相として、旧ソ連国家計画委員会議長だった、ユーリ・マスリュコフを入閣させた。また、ロシア連邦中央銀行総裁には同じく、旧ソ連時代にソ連国立銀行総裁を務めた、共産党がオス・ビクトル・ゲラシチェンコが任命された。このほか社会政策担当副首相に、 共産党系のワレンチナ・マトビエンコが女性閣僚として入閣。自民党からはセルゲイ・カラシニコフ会社会問題委員会議長が労働、社会開発省として入閣した。一方、若手の改革派であるビクトル・フリス・テンコ、ボリス・ヒョードロフ、アレクサンドル・ショーヒンの3人は、それぞれ副首相を辞任資格外に去った。1998年9月24日。 プリマコフ首相は、初閣議の席上、キリエンコゼン政権が実施した、ルーブル切り下げと国債の借り換えは、エリツィン大統領の承認を得ていないと批判した上で、減税による国内産業活性化、資本の国外流出防止、貿易管理強化、ウォッカ、ウィスキー栓売制、徴税強化、軍人への給料支配改善策などの統制色の強い経済、産業政策を打ち出した。 プリマコフ首相は、老練な政治手腕を発揮し、ロシア連邦共産党をはじめ閣僚を排出した各、党派の支持と自身の出身母体でもある、旧ソ連国家保安委員会、ロシア連邦保安庁の人脈を活用して、徐々に政局の安定を取り戻していった。一方、ボリス・エリチン大統領は、1998年10月7日に退陣を要求する。 全国的なデモに見舞われる。さらに10月11日、訪問中のウズベキスタンで、歓迎式典中に大きくよろめき、モスクワ郊外で西洋したことをきっかけに、健康不安による大統領早期退陣を求める声が高まり始めた。さらに1999年2月から、新興財閥、ロゴバスグループの総帥で、ボリス・ベレゾフスキー独立国家共同体執行書記 エリツィンの次女、タチアナ・ディアチェンコ大統領補佐官、アレクサンドル・ボローシン大統領府長官、エリツィン側近らファミリーの汚職疑惑が持ち上がった。ロシア連邦議会会員国家会議は共産党が第一党にあり、共産党主導で大統領弾劾によるエリツィン非免に動いた。議会の動きに対して、ポストエリツィンの最有力候補に浮上したプリマコフは積極的に反対せず、 エリツィンの怒りを買う。1999年5月11日、会員国家会議は、大統領弾劾問題の審議を13日から開始することを決定したが、5月12日、エリツィン大統領は先手を打って、プリマコフ首相を解任、首相代行に、セルゲイ・ステパーシン第一副首相兼内相を任命した。ゼーゼイファイ 12999? N580、ファイ、ファイゼー、ゼファイ、ファイ、ゼファイ。1999年から2000年までのロシア連邦の省庁の動態については、1994年から2000年におけるロシアの連邦行政機関の構成を参照。エリツイン、ヒムラプリマコフは自由民主党を除く各会派から首相候補として推薦されていた。 木村 ABCD、税、ファイ、税ゼ税、ファイ11.09、1998、1087、ファイ、税、ファイ、ファイ、11.09、1998、2961、2税、ファイ税、ファイ、2898、231、1998、2928、27998、税、ファイ、ファイ、税、 ぜぜぜ、ファイ12.05、1999580、ファイ。ぜぜぜ、ファイ11.09、1998千89。ぜぜぜ、ファイ18.09、1998千119。ぜぜぜ、ファイ27.04、1999529。ぜぜぜ、ファイ27.04。 1 9 9 9 5 3 0税、ファイ、ファイ、ファイ税。税税税、ファイ21.05、1999-638、ありがとうございます。